さあ、はい、今日もやってまいりました。今日も行こうか、カズ、元気にね。今日はね、ちょっと力入ってるからね、はい、これはね、なんでかって、はい、俺はやっぱりちょっとつけ麺、はい、ある意味専門でやってるでしょ、はい、だけど、はい、今日はその俺が、はい、東京のおすすめの、はい、つけ麺5選ということで、初めて自分の商売敵を予想しちゃっていいですか。1位が辻田の小川町店、うん、で2位が辻田の六本木店。バカ野郎お前だって別に順位つけてないから、順位じゃない、ただ5選だから全然いけよそんなわけねえだろ。違うか、違うか。いや、俺だってさ、やっぱつけ麺好きだからつけ麺やってるんだけど、 でもやっぱ他のつけ麺好きだから食べに行きたいわけじゃん、はい、そんな時に俺はどんなつけ麺屋にさんに食べに行ってるのかってことを、なるほど、知りたい方が多分いないとは思うけども、はい、ちょっとお話しようかなと思って。なるほど、あのいないけども話したいそうそう、別に俺のことなんか別にどうでもいいし、はい、別に俺がどこでつけ麺食ってるなんか知りたいと思ってないとは思うけどお前に話したい。あ、そっかそっか。そうで、たまたまカメラがあるっていうだけの話だから。わかりました。ということで、新しい視聴者の皆さん、はい、ラーメンつけ麺辻田の辻田武宏と申します。まだですね、素人 の駆け出しの YouTuber なんで、ぜひチャンネル登録をして応援していただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは1軒目、目白にあります丸長さんでございます。丸長さんは大好きだよ俺は。熱いおつゆ飛んでる。だいぶ飛んでる、はい、丸長さん、ここはね、当然自家製麺です、うん、素晴らしい麺の香りがする。やっぱつけ麺って麺が主役だから。麺が主役なんですか。当たり前だよお前何今さら。つけ麺だから。なるほど、そうだよ、麺が主役なんだ。そうだよ、それが朝打ちたてのこの麺でスルッといくわけですよ。ただですね、はい、そこにやっぱり野菜を入れてもらって、あそこ野菜っていうトッピングがある。野菜、そう、それと一緒にズズッとすすっていただいて、やっぱり歴史もありますから、つけ麺と一緒にですね、歴史を食べると。すすった後に、親父は分かってるよ、打ち立てだろっていう。何時からやってるか分かんねえけど、そう、親父さんの努力を俺は美味しく食べてるよ。そう、なるほど、無言で言うんだよ、はい、それでは2軒目、練馬区。練馬あります、弁天さんでございます。はい、これ昔高田馬場にあったんですよ。移転ってことですか。移転だと思うんだけど、もう昔はさ、のれんがもうボロボロの長くかってる。ボロボロとか言うのボロボロじゃない、だから味意気粉そう、意気粉がこう、はい、のれんが味になっててさ。なるほど、まあ、なんでかこれ切れてるの、のれんが。あれ麺に見立ててたのかわかんないんだけど、はい、とにかくそんな細く切れてるの。いやいや、すごい、本当にボロボロとか言っちゃダメ、のれんに味があった。なるほど、うん、で店内もなかなかいい感じだったんだけど、はい、歴史を感じるってことですか。歴史を感じる、全くお客さんに媚びてないこの感じっていう、うん、素晴らしい、素晴らしいでしょ。昔からやってるお店だから、弁天さんも、はい、だからやっぱりあの甘い酸っぱいで持っていく系のつけ麺なんだけど、俺意外とね、あのつけ麺はね、あのつけ麺で好きなのよ。先輩昔大正軒さんで衝撃受けたって言ってましたもんね、うん、そうだからやっぱあの系のね、あの味が、まあ、好きっていうのもあるんだけど、はい、で今移転されてね、はい、やってらっしゃるけど、まあ味はもう同じでね、はい、うん、変わらずやってらっしゃるんで。でのれんボロボロののれんって。だからボロボロじゃねっつってんだ。味があるのれんね。そう。いや本当にね、美味しいから。はい、うん、ここもぜひ行っていただきたいと思います。はい。はい、そうして来ました。やってまいりました。ここはですね、僕が、はい、あの自分がつけ麺屋さんをやるときに、はい、ものすごくお手本にさせていただいてですね、今でもたまに行っている、これはいろんなところにもあるんだけどね、はい、本店は中野にあります青葉さんでございます。はい。で、まあ俺は青葉さん行くのはもう、はい、あの飯田橋店か御徒町店のどっちかの青葉さんに大体お邪魔するんだけれども、はい、俺はだからもう20年前から。てか20年前にもう青葉さんあったんすか。そう、ここも大正軒さんと同じぐらい衝撃を受けたから。なるほど。ここは自家製麺じゃないんだけど、どっちかっていうとそれまでのつけ麺屋さんっていうのは麺にこだわってずっとやってきた歴史があるんだけど、はいはい、ここは初めてなのかな、ちょっと俺分かんないけど、はい、麺が主役というか、やはりスープを主役にして持ってきたつけ麺屋さん。つけ麺屋さん、まあラーメン屋さんで出してるつけ麺なんだけど、はいはい、素晴らしいのはまず店の清潔と、うん、厨房がものすごく清潔、はい、
もうフードダクトのフードまですごく綺麗だし、厨房の床も綺麗だし、レンジ周りも汚れてないし、素晴らしい、素晴らしい店、素晴らしい厨房からやっぱり素晴らしいスープが生まれるっていうね。昔ねダブルスープって初めて青葉さんが作ったって言われてるけど、はい、動物系と魚介系別々にとって後で合わせるっていうね、はい、この手法、はい、この手法今でもやってらっしゃるかどうかは俺は分からないけど、はい、今でも昔と変わらぬ味で、もちろん進化はしてるんだろうけど変わらぬ味で、はい、でやっぱりチャーシューは切り置きせずにオーダーごとにちゃんとチャーシュー切って入れてくれるし、あとやっぱ七味の香り、七味がちょっと入ってる、またねその七味の香りがまた素晴らしいんです。辛い七味じゃないのよ、うんうん、香りが高い七味が入ってて、でそこにこうつけてふっといくとふわーっと魚の香りが抜けて、わかるぜってこの魚の香りが俺にはわかるぜっていう感じの味になりますと。なるほど、これはねぜひ行ったことない方は行っていただきたいなと思います。はい、これが3軒目、これ3軒目です、はい、4軒目なんですけれども、はい、こちらはですね、はい、木場にあります、はい、吉草さんでございます。業界じゃ有名なお店ですね。素晴らしい。ここは、はい、俺ちょっと最近分かんないけど、はい、前に行ってた時は、はい、店の前にこう椅子が置いてあって並ぶんだけど、はい、奥様がオーダーを取りに来るわけよ。まあ素晴らしい奥さん、もう本当に腰が低くお客さんに来ていただいてありがとうございますっていう感じが本当に伝わってくる素晴らしい接客をされるつけ麺屋さんです。でここも自家製麺だったと思います、はい、でやっぱりここは麺にもこだわって、はい、そしてなおかつスープも魚介系でこだわってるっていう、これどっちもこだわってるっていうね、素晴らしいお店。まあでも一回ラーメン屋さんだったら吉草さんは、うん、食べに行って感じなさいってよく言われましたよね。そうやっぱ接客の本当にお手本になる。接客がいいだけだったら別に行かないけど、はい、接客が良くてなおかつあのツルツルのねストレートのあの麺を魚介系のスープにつけて食べるっていうあの体験ができる、はい、やっぱ味で体験して接客でも体験させてもらって、はい、二度美味しいみたいな感じだから、はい、吉草さんは行っていただきたいお店だと思います。はい、そして最後になりましたけども、はい、5軒目赤羽にあります高橋さんでございます。高橋さんはですね、はい、何が素晴らしいって、はい、お客様のことを考えてるんですよ。なるほど。つけ麺なんと600円。600円、うん、今の時代に、うん、嬉しいでしょ、はい、そしてここは、はい、麺も美味しいんだけど、ここは自家製じゃないんですよ。ここは、はい、浅草の有名な海家老さんから取った麺で、自分のところで魂込めて作ったスープに貝殻さんの麺をつけて食べると、はい、ラーメン屋からしてみたらこのスープはスープじゃないんですよ。はい、わかります？分かんない。もうこれはスープじゃなくて魂だ、はい、魂食べられて魂なくなっちゃったんですって。バカ野郎、魂なんだ、はい、だから貝殻さんにとってはこの麺は魂なんだよ、はいはい、魂と魂の共演だよ。方向性がおかしくなってる。なってない、なってない。魂と魂の共演を、はいはい、俺は高橋さんで食べる、はい、そして魂をいただいて魂を出す、出す抜け殻になっちゃった。またやろう。いやでも本当食べた後は、はい、あもう抜け、あ美味しかったな、はい、今日も高橋さん来てよかったな、はい、ハッピーだなって思いで帰るっていうね。まあでもつけ麺もラーメンもやっぱ好きっすよね。大好きでございますよ。好きだからやっぱり仕事ができるんだよね。そうですね、うん、やっぱ好きじゃなかったらやっぱこうやってやってらんないからね。だから数もそうでしょ、それは。そうですね、うん、今回はね、はい、あの東京のつけ麺5選ということでやってまいりましたけれども、はい、ぜひですねここまで見ていただいていいなと思っていただいたり参考になったと思っていただいた方はぜひチャンネル登録で応援していただいたりですとかコメントや高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。良い良い良い朝ということで、面白かったり参考になったと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。